ダラダラとお話を3分ぐらいにしながらこね続けているんですけど、でこことこもパツッと切って、ではこんな感じに焼き上がりました。中のチーズもとろけててうまそうに仕上がってますね。ではじゃがいもたっぷりパンを作っていきますね。まずはじゃがいもを入れていきます。水洗いしてね、きれいにしたものと、あとこれはねお水ですね。触っても熱くないです。これを水の状態からじっくり火にかけていきますね。ごくごく弱火の状態で、まあ、ちっちゃいじゃがいもなので30分ほど火にかけていきますね。じゃあしばらく置いておきます。では生地の準備をしていきますね。材料は動画概要欄にございますのでそちらをご確認ください。今日はねじゃがいもがしっかりボリュームあるのでね、パンの生地もそんなに多くしない配合にしてますね。ではまずは粉類だけでぐるぐるっと混ぜて、なんとなくなじませていったら、この後は牛乳、そしてオリーブオイル、オリーブオイルが入ることで食感が軽くなります。そしたらじゃあ粉っぽさなくなるところまで混ぜていきますね。たくさんこねてグルテンをたくさん作りすぎてしまうと、ちょっと弾力と粘り気の強いようなね重たいパンになってしまうので、ここでのこねはねもう最小限で OK です。小麦粉とか塩とかねイースト菌が行き渡ったらもうそれで OK な感じで終わらせてしまっていいです。こんな感じにまとまってきたら台に出してこねていきますね。ではこねていきます。今回は結構オリーブオイル使っているので、その油が生地がベトベトくっつくのね弾いてくれますね。なのでそんなにねこねるときは大変じゃないかと思います。私の手にも一切もなくついてないですね。弾力が出てもちもち感が出るところまでちょっとこねていきます。うん、なんかこう素直で扱いやすい生地ですね。今回はねお砂糖も卵もねバターも一切使ってないので、比較的お家にあるものまたはスーパーでね揃えやすい食材でできているので、かなり作りやすいかと思います。まあ、そんな感じでダラダラとお話を3分ぐらいにしながらこね続けているんですけども、もうだいぶ生地としてはね仕上がってますね。ちょっとじゃあ見てみましょうか。生地の表面こんな感じですね。ちょっとしっとり感が出てきて滑らかさ出てきました。もうここまでくればねこれで OK です。ちょっとこう軽く丸めていただいて、粉とか混ぜてたボウルに1回戻して、こちらはラップして発酵させますね。大きさが2倍になるところまでね発酵させていきます。では今では今こんな感じの大きさです。では発酵いってきます。はい、それではこちら発酵が終わった生地ですね。しっかりとふっくら丸めてます。そうしましたらこの後は4個に分割していきますね。同じ重さにしておきましょう。膨らむとね大体生地の状態からね、3倍とか4倍に膨らむので、見た目の分量だと結構ね大きさ違っちゃったりするんですよね。分割できたやつは丸く整えておきます。この生地もオリーブオイルたっぷりなのでそんなに手にもくっつかずに、かなり作業性はいいかと思います。軽くガス抜いて、なるべく綺麗な面探してシワを伸ばした後に、伸びたこの周りの生地を真後ろ真後ろ真後ろっていう風に後ろに寄せて、表面がつるっとしてきたら最後この後ろに寄せたシワはちっちゃく閉じていただいて、これで OK。 全部丸く整えておきますね。はい、 OK。 乾燥したようにラップかぶせておきます。じゃがいももね茹で上がって火止めといて、触れるぐらいまで温度が下がってきました。これは余分な水分切って半分に切って皮むいておきますね。では10分休ませる時間はあったので成形していきますね。柔らかさ出てますね。つまのとこ上に敷いていただいて軽く潰します。だいたい12センチ、カード1枚分ほどの長さに広げていきますね。上下、左右。まずは具材包み込まずにこの状態を全部作っていきます。これもいきなり包み込まずにちょっと休ませておくことで、生地がね時間とともに緩んで伸びやすくなるので、たっぷりの具材入れてもちぎれることなく包み込むことができるんですね。なので具材たっぷりの場合はいきなり包まなくて休ませるってこと結構大事になります。
1個目に伸ばしたやつに戻っていただいて、で休ませた生地、時間経つと少し伸びやすくなるので一回りちょっとね伸ばして大きくしていただいて、大きくなってきたらこちらチーズ入れて、あとはベーコン、そして入れたじゃがいも、じゃがいもゴロゴロたっぷりですね。ここマヨネーズとか使っちゃうと、その油がね生地につくとなかなか閉じらんなくなっちゃうので、チーズとか固形のものを使っていただくといいかと思います。でこう四隅剥がして、でこれで全体こう包み込んでいきますね。前の部分をぐーっと中心に寄せていきます。具材が多くて大変かもしれませんが、具材は中に閉じ込めて、生地をぐーっと上に上にね持ち上げながら持ち上げながら、少しずつ生地を伸ばしながら、こうやっててっぺんでパン生地を反り上げてつまんでいきます。すんごい具材入ってて大変だけど、でもうまそう。はい、こんな感じに入りました。成形ができたら、お好みでこういうカップに入れていただくとね、可愛くて雰囲気出るかと思います。100均とかにもベーキングカップ売ってるのでね、探していただいて使っていただけたらいいかと思います。こんな感じに並べられましたら、まあ、軽くラップしてしっかりボリューム出るところまで発酵させていきますね。では最終発酵いってきます。ではこちら最終発酵あった生地ですね。結構ねしっとり感があっていい感じに膨らんでます。こちらはハサミで深めに十字に入れていきます。パツッと切って、でこことこもパツッと切って、ではこちら切り込みが入った生地ですね。具材たっぷり美味しそうです。では220度に余熱が入っているのでオーブンの中入っていきます。いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。ではこんな感じに出来上がりました。中のチーズもとろけててうまそうに仕上がってますね。いい感じです。